おはようございます。釣り子 TV です。先日ご紹介したエグ玉とね、実はね、一緒に買っていたんですけども、エグ玉と一緒に使ってね、ということで、レイドジャパンから新しく出たエグバグね。これを一袋買ってきたんで、どんなワームかですね、見ていきたいと思います。でね、8本パックで800円ってことで、まあ1本100円ぐらいっていう感じですかね。説明書きとかはなく、まあシンプルないつものレイドジャパンの、パッケージですけども、まあ、トーナメントとかでも使えるよってこのマークが入っていたりして、じゃあね、早速開けていきたいと思います。エグバグね。カラーはね、これ、アメザリっすね。アメザリっていうか、あ、丁寧な。スターバッグに入っていますね。はい。どうでしょう、この見えますでしょうか。こんな感じのワームね、すごい細かいデザインだな。これはね、リブが入っていて、でここに逆側に向いている手がついていて、上の方にも手がついていて、あ、これ釣れそうな、ピンテールのようなこう触角が2本プリンプリンする。これすごい細くてね、微振動が出そうっていうことで、これはあれですよね、エグ玉と合わせてこのピリピリってしたね、全体上手でこの本この感じで動かれたら、それはバスもたまらんだろうっていうことで、じゃあね、はい、ね、このね、エグ玉と一緒に使うのがやっぱね、ベストベターなんじゃないかなということで、わあ、何回見てもいいですよ、このテーパードラバーっていうんですかね、なんかこう先っぽが細くなるピリピリした、持ってるだけでピリピリしてますからね。まあいいや、これはねこの前紹介したんで、早速ですね、エグ玉にね、エグバグをつけていきたいと思います。向きはこうだな。これね、ガードが固めなんで、ちょっと。で、ここの逆になってる収縮ラバーのとこまでキュッとやって、うわー、これは来ましたね、これは来たんじゃないんですか、これは釣れそうね。まあちょうどいいバランス感と、なんていうか、まあ色もね、なんとなくね、似たような色なんで、ピチッとね、決まってるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、エグバグいいんじゃないですか。これで、ピリ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 ってね、水平を保って、こう、ピリ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 ってね、誘い続けたら、そりゃバスもたまらんだろう、ね。ということで、まあじゃあね、重さね、これ、単体だと、何グラムなのかなって、エグバグこれ一つで、何グラムかな、まず測ってみますね。エグバグは 2.1 グラムということなんで、エグバグをエグ玉につけたら、これ 3.5 グラムのそのラバですけども、6グラム、パワーフィネスタックルとか、あとはベイトフィネスタックルとかね、そういったやつでやりやすいんじゃないかなってことで、ちょっと糸太めの糸とかね使って、でコミッタカバーに、これね今ねセットしてても思ったんですけど、やっぱこのエグ玉ってねガード結構硬いんで、ちょっと強めの竿でガーってね合わせ入れないとね、多分っぽ抜けちゃったりするかもしれないんで、ほんとねパワーフィネス用の、まあ 3.5 グラムは1.5 グラム、どんな感じのセッティングなのかね、ちょっと買ってみたいですけどね、まだ買えてないんですけども、売ってないのかな、ちょっと分かんないんですけども、
というわけでこの絶妙なバランスで組まれていて、で単体だとまあこんな感じのワームですよっていうことなんですけども、これあのスモラバのトレーラーって感じがちですけどね、自分この形で思い出すのがあの昔のねあの名作のあのハンハントレーラー、ハンハントレーラーに似てるなーなんていうふうに思いますし、あとはそうですね、ダウンショットでこれからの時期ちょっとややこしい、ちょっと深いところでじっとしてるバスの口を無理やりこじ開けるのにもいいシルエットなんじゃないかななんていうふうに思うんで、まあ、ハンハントレーラー的な使い方で思い出すと春先の例えばスプリットショットリグのトレーラーとかね、ああいうのでも絶対このピリピリ感は効くんじゃないかななんて思うんで、ちょっとね、トレーラーに限らずちょっとしばらくいろんなダウンショットで釣れたよとかね、いろんなキャロライナの風にしたらどうだったよなんてね、ご案内していければななんていうふうに思うんですけども、何にしてもねこれからのね寒くてなかなか魚が口を使いづらい時期なんかにね絶好調になってくるようなサイズ感だと思いますんで、積極的にですねせっかく一袋買えたんで8本いるんでね、投げ込んでいってみたいと思います。というわけで、本日のね釣り子 TV はこのねレイドジャパンの新しいワーム、エグバグ、これをね一つ買ってみたよとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。